ました。低国となりましたので、ただいまより、大阪夢洲地区特定国防観光施設区域の整備に関する計画案に係る公聴会を開催いたします。本日、司会を務めます、大阪府大阪市 IR 推進局の金島と申します。よろしくお願いいたします。今公聴会は、特定複合観光施設区域整備法第9条第7項に基づき、大阪夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画案について、公聴人の方からご意見をお伺いする場となっています。本日は10名の方が講述を予定されております。公聴会の開会にあたりまして、皆様にいくつかご協力お願いを申し上げます。会場内におきましては、携帯電話等の電源は切るか、マナーモードに設定し、通話はしないでください。私語、やじ、その他の講述以外の発言はしないでください。講述人の発言に対する賛否の表明、または拍手はしないでください。講述人および傍聴の方は撮影録音はしないでください。飲食および喫煙はしないでください。職員による記録また報道機関の取材のため会場内を撮影録音いたしますので、ご了承ください。なお、体調不良やお手洗い等やむを得ず、途中退出される場合は、お近くの職員にお申し付けの上、他の方の口述に影響のない範囲でご退出をお願いいたします。その他、配布しております注意事項をご覧いただき、公聴会が円滑に行うことができますよう皆様ご協力をお願い申し上げます。それでは、開会するにあたり、まずは大阪府市の登壇者をご紹介いたします。 IR 推進局次長の吉本でございます。 IR 推進局企画課長の常川でございます。 IR 推進局企画課参事の浅井でございます。以上の3名でございます。次に IR 推進局次長の吉本からご挨拶いたします。失礼します。皆様こんにちは。本日はお忙しいところにもかかわらず、大阪 IR の区域整備計画案にかかる公聴会にご参加いただき誠にありがとうございます。本日の公聴会では本計画に対しご意見を賜りたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、公聴会の進行についてご説明をいたします。口述は、受付でお渡ししました、番号札の順で行っていただきますので、番号を呼ばれた方は、お席にて、口述いただきますようお願いいたします。口述にあたっては、立っていただいても、座っていただいたままでも結構です。口述いただく内容につきましては、口述の申し出の時にご提出をいただきました用紙に沿って口述いただきますようお願いいたします。なお、計画の案に関係のない内容につきましては口述することができないことを念のため申し添えます。口述いただく時間につきましてはすでにご通知しております通り5分以内とさせていただきます。必ずしも5分間口述していただく必要はございません。終了時間前に口述を終えていただいても結構です。開始から4分経過しましたらベルを1回鳴らします。開始から5分を経過しましたらベルを2回鳴らします。こうなりましたら速やかに口述を終了してください。最後に口述人および傍聴人の皆様にお願いいたします。本日の公聴会は大阪夢洲地区
特定複合観光施設区域の整備に関する計画案に対する意見を述べていただくものであり、質疑応答を行う場ではございません。また、講述できる方は、あらかじめ、申し出をいただいた方のみとなっております。もし公聴会の秩序や進行を乱すような発言や、発声などの行為があった場合は、会場から、退場していただくこともございますので、ご注意ください。それでは、ただいまから、講述をお願いいたします。番号1番の方お願いいたします。県立民の桜田です。あなた方が計画案策定者であることを前提に今日述べます。土壌汚染問題について松井市長は、地盤改良や土壌汚染対策は土地所有者である大阪市の責任としてやっていくと述べ、市の特別会計公営事業会計から約800億円の対策費を支出するとしています。ここでの土地所有者である大阪市の責任の範囲等について意見を述べることとします。夢島は産業廃棄物処分場として、産業廃棄物や建設残土、浚渫土砂を素材として護岸工事完成後の1987年より埋め立てが開始されたと認識しています。埋め立てに用いられた建設残土や浚渫土砂について海防法、すなわち海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は、土地の造成など有効利用を図る場合、浚渫土砂は造成のための材料であり、海防法の廃棄物の定義が該当しないので許可申請の対象とはならないとしています。つまり浚渫土砂の海洋投入処分にかかる技術学指針が2006年に策定されるまでは法の適用を受けない時期が20年近くにわたっていました。このことは大阪港湾局より提供された資料でも裏付けられています。また令和元年には IR を建設するために準工業地、工業地から商業地への用途変更が行われています。準工業地、工業地であれば価値担保責任を問わずに汚染土壌だと認識した上での土地売買が成立するケースもありますが、商業地ではこのことが禁忌され、タブー視され、売買が成立しないのが業界の常識とされています。大阪市立大学の地学の教授は、夢島という埋め立て地が高層建築物の建設を想定した設計にはなっていない、そのことをニュース番組の中で明らかにしています。また公安局が公表した104カ所にわたるボーリング調査の結果によれば、50メートルもの高深度まで数百本単位の区域地が必要だとの土木専門家の意見もあります。こうした公然と知らされた事実に基づいて先の用途変更が審議された形跡が公表資料から伺い知ることはできません。商業地への用途地域変更はまさに風の誘致ありきの変更であり、港湾事業関係の実質破綻をもたらす790億円の公金出に至った経緯は欺瞞に満ちていると言わざるを得ません。さらに土壌汚染対策費は液状化対策の410億円に対して360億円です。土壌汚染の加害している深刻さ、かつて経験したあの USJ ジュラシックパーク予定地での汚染地土壌の処理費が1000億円であったことを加えると360億円程度の費用で収まるはずはありません。しかもこの USJ ジュラシックパークでの汚染土壌は夢島で処分されているはずです。あなた方が土地所有者としての責任を繰り返している以上、工事の進行に伴って発生する新たな汚染土壌問題にどう対応するのか、処理費用はとどまることを知らないのではありませんか。松井市長はニュース報道で夢島に投下された公金が一般会計、公営事業会計を通じて6000億円だと明らかにしました。この金額を土地の売却で賄う計画でした。どう処理するのか。2075年には公営事業会計の状況が好転すると当局は表明していますが、土壌汚染を加味した資産評価、減損処理をしたのかどうか。当初1平方メートルあたり8万円に設定されていた販売予定価格の変更を行った上で収支の見通しだったのか、それらの事実は一向に明らかにされていません。以上述べたように、土壌汚染対策一つを取ってみてもずさんな計画だと言わざるを得ません。6400台もの
ゲームマシンを揃えたカジノや延べ床面積で28万平米を超える宿泊施設など日本にかつてない規模の施設を建設するという経済的合理性を欠いた無謀な計画で大阪市、大阪府の財政を圧迫し、ひいては住民に負担を押し付ける計画が何度撤回すべきであることを訴えたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。それでは、続きまして、番号2番の方、お願いいたします。大阪市城東区の山川と申します。 IR 推進局の皆さん、そしてですね、大阪府民、市民の皆さん、結論から言います。 IR 誘致に向けたこうした地域の合意形成ということについての発言なんですが、カジノ誘致、IR 誘致については地域住民に対する十分な説明が行われておりません。合意もされていません。行政主導でこうした大きな問題が進められていくことに将来の禍根を残してはなりません。直ちにですね、誘致計画は撤回をし、そしてこうしたことを決めるのであれば住民投票など大きな市民の合意を得る、それが必要だろうと、そういうふうに強くまず結論をつけたいと思います。 IR はカジノです。カジノは博打であり娯楽ではありません。カジノの収益からさまざまな対策をと言っているけれども、その地域に及ぼす影響は本当に大きいというふうに思います。カジノ収益から捻出するというが、単純な支出で算出できない多方面にわたる社会的な損失となることは間違いありません。2つ目、民間負担でこれを進めるとしてきましたが、実質的には当該自治体の負担等は青天井である。今日も朝日新聞こうして出ておりますが、790億円だけではありません。この1年間で230億円と、こうしたことが報道されているじゃないか。そして松井市長はこれに対して、IR が大失敗するなら、ものすごい自然災害が大きい夢島が使えない時だと、そう言っていますけれども、この間 IR 通信局に申し入れをしたら、南海トラフが来たって津波だって大丈夫だ、そう言っている。松井市長は今弱気になっていますね。もし今大きな地震が来たら、それができないということを今更言っている。あなた方はそんなことはないとこれまで答弁をしました。おかしいと思います。カジノによる経済効果ということを検定していますが、嘘をついてはいけません。カジノによって地域から財が吸い取られ、カニバリゼーションによって地域社会は崩壊していきます。コンプと呼ばれるそうしたものは大阪、関西地域のなどでの観光には役立たず、その利益を囲い込みます。計画では2000万人がカジノに来るという、 IR を利用するという、 USJ でさえわずか1450万人ほど、これでもディズニーより多いですね。本当に1日5万人も来て5200億円の収入が見込めるんですか。こうしたことが破綻したときに、現在大阪府政を預かる維新の政治家は責任を取ることはしません。辞職さえしません。しかし私たちは大阪で暮らしています。逃げ場はありません。財政圧迫で市民生活が切り捨てられたとしても、ここで生きていかなければなりません。そのこと分かりますか。さて、今回の区域整備計画ですけれども、大きな問題があります。プラスだけ言って、マイナスを言っていないということです。カジノについてですね、管理委員会による有効期間は3年ほどでした。ところが大阪は35年の契約を結ぶという。間でこれを撤回することができません。やめたいと思っても、やめたいというふうに考える市長が新たに生まれても、それができません。今、この区域整備計画が、この2、3月議会で可決をされ、そして5月9日に申請をされ、実施協定が結ばれます。実施協定というのは契約です。しかし、実施協定の契約の内容、私たちまだ大阪府民、市民は知らないじゃないですか。契約内容が知らされず、知らないのにハンコをつける、こんなバカな話はありません。 IR 整備法を考えてみたときに、この計画段階で各自治体、大阪府と市が議決すれさえすれば、契約段階ではもう議会を開かなくていいと、そんな不備な中で私たちこれを押し付けられています。さて、今自民党が住民投票を提案していますが、ぜひ実現したいように私は動きます。もしこれがダメだった場合、
大阪市の議決によって大阪市は全くそれには関与しない権限がないと IR 推進局が言いました。電話で確認しました。すると大阪府にしか住民投票できなくなります。私はそれでも実行しなければ将来の子どもたちに大阪で暮らす未来を与えることができない、そういうふうに思うんです。さて前に座れている常川さん、吉本さん、浅井さん、皆さんは大阪の将来を担うんです。本来であれば嘘をついた松井市長にここに来ていただきたい、吉村知事にも来ていただきたい、そういう人たちが出ずにですね、なおかつ今日も公聴会はこんな狭いところでやって、大阪府民800万以上を相手にしてそれを示すというのが皆さんの仕事だと思います。それをよくご認識いただきたい。以上です。どうもありがとうございました。それでは、続きまして番号3番の方お願いいたします。茨城市から参りました山本良人と申します。よろしくお願いします。私は夢島での IR カジノの建設について反対の立場でカジノ事業の収益に関する意見を述べたいと思います。まず夢島の土地の整備と右側の整備に関して約ざっくり1兆円以上もの資金が投入されます。これはすべて国、大阪府、大阪市の財源が使われるわけですが、このコロナのこんな非常に大変な時期に巨額の税金がワンパクとカジノのために使われること自体納得ができません。今回は IR カジノに絞ってとの意見ということになっていますけれども、ワンパクにかかった資金を半年の万博のイベントで回収することは到底無理です。ですから万博後の夢島の活用について引き続き資金の回収が迫られるわけですから、 IR カジノ建設で収益に関する長期の見通しをしっかりと示していただければなりません。大阪の土地である、私有地、市の土地である夢島を何に使うのか、土地の造成やアクセスにかかった資金は回収の見通しがあるのかどうか、これを税金を払っている大阪市民、大阪府民にきちんと説明する必要があり、皆さんに納得してもらった上で計画を進めるべきであります。大阪市の松井市長は IR カジノの建設には税金は使わないと明言をしましたが、そもそもにそうはいかないことが判明しました。土地の改良のため必要な約800億円もの金、これは大阪市が払うとしています。税金です。当然いつ起こるかわからない、さまざまな自然災害に対応するのに公共の施設とはともかく、カジノ業者のために多額の工業を使う、こんな必要があるかも非常に疑問です。また IR 事業の工程の過程、これ計画書にあるんですけれども、大阪府市及び IR 事業は公民で連携して取り組むというふうに書かれております。要するに公も民もちゃんとありますよということですから、これは公も公もお金を出すということをはっきり言ってるわけです。税金は一切使わませんということとは大変矛盾をしているんではありませんか。では IR カジノ施設の収益見通しについて見ていきたいと思います。まず土地の賃貸料ですけれども、計画書にあるように賃貸料は1平米当たり月428円、安いじゃないですかね。私はとてもこれ安いと思います。1坪1400万円ですから、全体で 49.2 平米を貸すということになりますので、年間約25億円、35年間きちっと払ってもらっても875億円にしかなりません。説明会でもこの賃貸料は安すぎはしませんかと質問しました。回答は不動産価格として妥当だということでしたけれども、ゴミで埋め立てた土地であって地盤沈下や液状化現象も起こる危険性のある土地は価値がない、売却する方が安くなるという回答でした。つまり人が住めないような土地を超破格の値段で提供するということになります。ここから見えてくることは賃貸料では収益が見込めないということです。そこで
当てにしているのは大阪と大阪市に入る年間1060億円の納品と入場料です。この1060億円は年間売上5200億円から支出されることになっております。説明会では1060億円は定額ではなく売上に応じて入ってくるということですから、極めて不確定な金額になります。想定そのものが実現可能かどうか非常に疑問です。しかもこの収益の根拠は年間2000万人の来訪者を見越しているわけですけれども、これ自体が非常に非現実的ではないかというふうに思っています。こういう2000万人の人からお金を巻き上げて、人々を不幸にするようなそういう、事業の上に成り立つようなカジノ、バイアルカジノの建設について、これは非常に無責任極まりない計画ではないかというふうに思っています。カジノは1回だけではなく依存性のあるものです。依存してもらわなければ儲からないというこういうシステムになっているわけです。こういう施設に私たちの税金を使うことは絶対に反対です。アイヌの誘致を断念するよう強く要請いたします。以上です。どうもありがとうございました。それでは、続きまして、番号4番の方お願いいたします。一度 IR カジノを作れば35年もの間地域経済と社会に深い傷を作り続ける責任を一体誰が負うんでしょうか。私たち市民に結果的に負わされるのは不当であり、この計画に反対します。夢島はもともとゴミの処分地なので地盤がゆるゆるで沈下するし、ヒ素など有毒物質も見つかったということで、さらに790億円の支出をすると松井市長は言いました。はじめはそういうことをしないと言っていたのに、松井市長は約束を破りました。この1年余りで工事の増加分が2300億円ということも報道されましたが、松井市長は IR が大失敗するならものすごい自然災害が起き夢島が使えなくなる時だと言ってますが、それってありえないことでしょうか。ものすごい自然災害ってちょっちゅう起こってます、全世界で。そういう想定内のことをありえないような言い方をしていますが、本当にそういうことが起こることは想定内ですし、そのツケっていうのは一体誰が負うんでしょうか。これを IR を口実にともかく工事すればゼネコンなどはボロ儲けですけれども、市民、府民には負担が回ってきます。人のお金だと思って一体何をしてくれるんだと思います。カジノと言わず IR と吉村知事は言いますが、収益の8割はカジノなんです。 IR はカジノそのものなんです。経済効果は1兆円以上と宣伝していますが、その根拠について府民にまともな説明をしていません。毎年2000万人が、つまり1日平均 5.5 万人が IR に来る計算をしていて、コロナはもう終わったことにして来場者数を予想しています。コロナのような病気がなくなっているという予想は一体何を根拠にそんなことが言えるのでしょうか。毎日 5.5 万人が IR に行き、7割は日本人で8割はカジノに行くことを想定しておられますが、そのためには IR 推進局の皆さんやそのご家族も全員カジノでたくさんのお金を使って損をしていただかなくてはなりません。皆さんはカジノに行くお覚悟はあるのでしょうね。本当に誰もが行かなくてはならない人数です。2000万人というのはたくさんの人がカジノで損をしてくれて初めて大きな収益が上がる。ご丁寧にカジノではお金も貸してくれるそうで、何もかも奪い尽くされる人が確実に増えていきます。ギャンブルは経済活動ですか。お金で遊んで何も生み出さない、そんなものに頼って大阪の経済を発展させるというのは幻想です。むしろギャンブルでは損をした分、今までのようにお店で物を買ったり飲食店に入ったりすることは減らさざるを得ません。そうすると地域のお店も錆びれ、失業する人も増えます。子どもたちが進学を諦めたり絶望する人が増え、自殺や犯罪も増えます。
かえって地域の経済はダメになってしまうと思います。自分はカジノになんか行かないから、カジノ作っても大丈夫と内心思っておられる方に言いたい。うまく自分が免れたとしても、自分の周りの友人や家族や親戚や子供の友達の親、お子さんなど、確実にギャンブルによって人生が狂わされていく人がどん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 増えていくことは間違いありません。そんな状況は誰にとっても幸せな社会ではない。安心して暮らせる大阪ではないと思います。経済活性化を言うなら大阪の中小企業を支援して安心して働き続けられる環境づくりを行えばいいと思います。カジノで雇用を作るのではなく、介護や子育て、医療に雇用を拡大したらいいと思います。公立病院を作ってコロナの問題を解決できると思います。いずれにしてもこれほどの予算がつぎ込まれ35年も続くということなのに、なぜ府民の意見を聞かないのでしょうか。府民頼りにすら説明会載せていないのはあまりにも説明不足ではないでしょうか。府民をバカにしていると思います。住民投票で府民市民の意見を全員に問うてから進めてください。以上です。どうもありがとうございました。それでは、続きまして、番号5番の方お願いいたします。東ニュースからなりました馬場君。私は現役の時長い間港で仕事をさせていただきました。まあ、一時期港湾事業の経営にも携わっていた立場から港湾漁船に対して大きな関心がありますし心配もしています。そこで IR 用地の建て整備事業と大阪市特別会計の公営事業会計の関係について議論をします。 IR 用地の管理整備は大阪市港湾局であります。その運営経費は公営事業会計であります。夢島の埋め立てが開始されて30年を経過し、この間に投じられた公的費用というのは増税だけで3000億円であります。これは大都市における各種廃棄物の処分場としてはやむを得ない費用だと思っています。公営事業会計は埋め立てと施設提供からなっております。投入した費用は後に土地売却や賃貸収入で回収するシステムになっています。ところが夢島は2015年前後から単独廃炉のためにコンテナ基地以外は原則売却賃貸がストップとなっています。現在概算ですが130億円前後の売却収入にとどまっています。夢島以外の埋め立て地、先島、前島、鶴浜等はほぼ 80% が埋まっております。これ以上大幅な収入増というのは見込みません。公営事業会計は2020年度末決算で1200億円の記載残高、借金があります。その上にこの度の IR 用地の土壌汚染改良790億円の負担が問題であります。その他に万博のためにインフラ整備についてこの公営事業会計やあるいは OTS 大阪港トランスポートシステムですが、負担する事業費も数百億円になっています。万博用地は原則無償提供と聞いています。2025年終了までの収入はありません。 IR 用地は2023年10月から賃貸開始としています。年間25億円、今回土地改良に790億円投入した額のですね、回収が25年かける32年間かかります。従来から投入した整備費、これ全く回収できずに IR 用地も無償提供と同じ状態であります。昨年の大阪市の大型事業実施管理会議で資料を見てみますと、公営事業会計の全体の収支はギリギリ維持とできる、ギリギリで、一般会議からの援助も考慮せざるを得ない。夢島造船に限っていますと、今後50年間赤字がずっと続く、50年後にようやく収支がバランスが取れるという資料を見ました。これ民間企業ならとっくに倒産であります。
倒産をしないのは大阪市が保証をする。記載があるから、借金があるから。足らなかったら一般会計からどんどん注入するから倒産しない。こういう関係なんですね。ですから、まあ、現在、20年度末の決算で1200億円の借金があるのに、これをさらに大幅な借金を上積みするということは、将来、一般会計に大きくのしかかってくることはもう必然であります。WTC や ATC の経験をしました。大きな借金を抱えて一般会計と補填をしました。こういう繰り返しを絶対してはいけない。特にこの、反省をしていただきたい。その上で考えていただきたい。また公営事業会計の困窮度やとか、あるいは不安定さというのは大阪港の発展にも大きな影響を与えます。大阪は大阪港が中心です。経済の中心です。窓口なんです。大阪経済への影響というのは計り知れません。大阪商業港としての大阪港を守って発展させる立場から、夢島に巨額の投資をして公営会議を苦しめることはやめていただきたい。即刻 IR 用地の夢島に、夢島の IR 用地を作ることに対して白紙撤回をしていただくことを強く申し上げます。以上です。大阪市久野区に住んでおります高田と言います。私は赤字の IR 反対の立場から整備計画案の基本要求15にあるギャンブル依存症対策を中心に意見を言いたいと思います。ギャンブル依存症はドーパミンを媒介にして脳に障害を引き起こす病気で、自分の意思の力ではギャンブルをやめられない状態です。根本的な解決のためには個人の意思や物理的制限に任せるのではなく、医療機関での治療が必要となります。依存症患者の家族などからは借金問題、暴力などの肉体的、精神的苦痛を強いられることなど、本人だけでなく周りにも長年害を与え続けるということが多々報告されています。このようにギャンブル依存症は本人だけでなく周りも蝕む病気です。現在区域整備計画案にある依存症対策として排除プログラムの活用や相談体制の構築が挙げられています。その制度利用は本人や家族からの申し出から始まりますが、その声をどのようにキャッチするのか、実効性に疑問が残ります。計画案では死因、目視ですねと ICT 技術を活用し、問題やギャンブル行動の早期発見に努めるとしています。問題やギャンブル行動や依存状態というものが外から見てどういうふうに見えるんでしょうか。治療という機会に見分けられるんでしょうか。また普及啓発の強化もギャンブル依存症対策に挙げられています。今日この公聴会取り仕切っておられる大阪府市共同の IR 推進局、2018年に、発行して高校生に配布したリーフレットの中ではギャンブルをこのように言っています。生活に問題が生じないよう金額と時間の限度を決めてその範囲内で楽しむ娯楽ですという解説です。さすがに抗議を受けてこの内容は削除されたようですが、そのような認識を持つ組織が行う普及啓発活動というものは一体どんなものになるんでしょうか。全くもって信頼ができません。計画書の中では大阪は依存症対策のトップランナーになると書かれています。そもそも既存のパチンコなどのギャンブルで解決できていないギャンブル依存症という疾患に対してどのようなアプローチをするつもりなんでしょうか。何か秘策をお持ちなんでしょうか。というところです。現在事業計画として年間5200億円の売上が見込まれています。感染症対策に真っ向から逆行する密閉、密集、密接という3密の典型であるカジノが今更成功するビジネスと言えるでしょうか。 IR 内の国際会議場、これだけリモートワークやウェブ会議が普及した世の中で一体どれだけの理由がある利用があるんでしょうか。コロナ禍を経て本当にその試算は成立するのか、とても成立するとは思いません。計画案でも明らかなように年間売上の8割はカジノの売上です。吉村知事や松井市長はカジノではなく IR だ、国際会議場や大きな展示場を作るんだと言っていますが、大半の売上はカジノの売上です。この売上は言い換えれば負けた人のお金です。
しかもインバウンドの見込みがなくなったコロナ禍のことでは日本人が利用客として見込まれています。すなわち市民から巻き上げられたお金です。カジノ利用者の 2% がギャンブル依存症になる可能性があり、先ほども言いましたがこの病気は本人だけでなく家族も蝕むものです。そうした人の不幸の上に成り立つビジネスの売り上げが大半を占める、こんな事業を自治体が推し進めるというのはいかがなものなんでしょうか。この年末年始、再びコロナ感染症が増えている中で、大阪でも医療提供体制、検査体制の逼迫、保健所の業務逼迫が生じてきていることは連日報道されています。カジノ IR の関連では地下鉄中央線の延伸に約300億円、IR 用地の道場改良に790億円など大盤振る舞いです。一方で逼迫している医療や保健所の体制強化にぐらつかわれましたが、こういう事態に優先すべきは住民の命と健康を守るための支出です。多くの市民も反対して不安に思っています。こんな問題ばかりの計画は見直し、しっかり住民の方を向いた行政を要してください。以上でございます。どうもありがとうございました。それでは、続きまして番号8番の方お願いいたします。はい、私は大阪市の西淀川区に住んでいる八木と申します。吉村知事、松井市長にぜひこの場に来ていただいて聞いてほしかったなというふうに思います。でタレントのようにそのテレビに出る暇があるなら口述を時間に聞くことに時間を使ってほしいな。表情、この住民の表情とか声の調子とかを時間に聞いて受け止めてほしいと。非常に残念です。でこれから述べる口述が患者推進のアリバイ作りではなく、しっかりと中身を吟味し計画案に生かされることを求め、話を始めます。私は IR カジノに反対です。主にギャンブル依存症の観点から意見を述べます。今の7番の方とだいぶ重なってしまうんですけれども、連合を書いてますのでちょっとお許しください。カジノですけれども、民間に賭場を開かせ、オロリクスなどですね、上前を商材としてかすめ取るというのが今回の大阪のカジノ事業です。これもうヤクザのやり口ですよね。ヤクザのやり口を法律があるからといってやるというのは今回の事業で、もうポカンと開いた口が塞がりません。で先行している、もうすでに行われている各国の事情を見ても、どんなに対策をしてもギャンブル依存症の方は出てきています。そんな不幸な人を生み出すことが明らかなカジノ事業に絶対反対です。2020年厚労省がギャンブル依存症の調査をしています。依存症が疑われる人の割合は 2.2% で、全国換算すると約200万人、大阪府の成人人口に当てはめると約15万人になります。多重作業やる気の喪失などで人生を壊します。自殺や殺人の例さえあります。また家族や知り合いなどこの何倍もの人をギャンブルが不幸にしていきます。すぐに経済的利益を言いますけれども、本人や周りや社会全体は計り知れない不利益を受けているのです。仮に運営企業や大阪市が儲かったとしても民衆は損をするのです。そんなことは自己責任や、吉村知事は言いそうですけれども、依存症は自己責任ではありません。公営ギャンブルやパチンコが身近にあるという環境が生み出す病気です。行政は
そういう依存症の人を支援し、他人に学んでもらうための政策をすべきなのです。ところがそんな悪いギャンブルを民間でも可能にした悪法に飛びついたのが今回の大阪カジノ計画です。依存症やその周りの人、苦しむ人をさらに増やそうというのでしょうか。さて、計画当初とは大きく事情が変わってきています。コロナによる生活困窮者の増大や不透明な外国人客の数、軟弱地盤改良や有害物質除去にかかる巨額の費用、それから南海トラフ大地震の可能性が 90%、撤退の条件は揃っているではありませんか。何も格好悪くありません。住民の声を聞いて方向を転換するのはかっこいいですよ。議員の皆さんの中には今日傍聴に来られている方もあるかもしれません。また来られていない議員さんも府市のサイトでこうしてパブリック公演でご覧になるでしょう。ぜひ府会議員、市会議員の皆さん、住民の意見を踏まえた熱心な議論を期待しています。最後に、これだけ大きな、しかも賛否の分かれている政策です。カジノの是非を問う住民投票の実施を求め、私の口述を終わります。どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。それでは続きまして、番号9番の方、お願いいたします。私はギャンブル依存症について意見を申し上げます。今回の計画案ではギャンブル依存症についていろいろ書いてあります。それを言いますと、責任あるゲーミング実績があるんだということで、なんか MGM とその関連業者に任せたらいいかのような方針になります。これは大事な公文書ですからね。責任あるゲーミングとは誰が責任あるんだと、その根拠は何だということは計画の中に明確にすべきではないかと言ってございます。それからギャンブル依存症を非常に身近に見る場合です。例えばパチンコ屋さんがあります。私の家の隣はパチンコ屋さん、10時55分には閉店になります。日本のパチンコはいくら負けても必ず10時55分にはお家に帰って、お風呂に入ってゆっくり反省して、もう明日行かんとこだと、また明日一回だけ行こうとか、まあ、いろいろ合間があるわけです。ところが今問題になっているギャンブルというのは、パチンコとは次元が違います。24時間48時間行く晩も夜もなしに共存するのがギャンブルです。そういう不健康なギャンブルの仕方、これがまさにギャンブル依存症にはまる最大の原因の一つではないかと思います。ですからギャンブル依存症対策をするなら、24時間深夜営業禁止、これは大阪府の判断としてきっちり盛り込むべきではないかというふうに考えます。それから3つ目にアルコールの問題です。酒を飲んだ勢いで、酒に飲んで気分よく大勝ちをしたとか、やはりギャンブルと酒は切っても切り離せないような関係で、も今度の計画案の中には命令して正常なギャンブル行為ができないような人には酒類の提供を禁止するって言ってます。それは程度の差別はね、酔って酒飲むというのは、ね、遊びとはいえそれにかけられる何億何十億っていうお金を考えると、簡単に飲酒しながらギャンブルをするってことは放置している問題ではありません。飲酒運転でもね、僕は大丈夫やと言って飲酒運転するわけです。だからこのギャンブルについての酒を飲みながら
ャンブルするのはあまり間違えば、それはギャンブルの現象に落ち込んでいく非常に大きな落とし穴となるわけです。ですからギャンブル業の運営にあたっては、ギャンブルの依存性を深めはまらせないために、飲酒についてのきちんとしたルールを築いてほしいと思います。この問題第一について、大阪 AR 計画は課題で相場経営破綻が予想されます。そもそも大阪にカジノはいりません。大阪のカジノが来れば大阪の衰退になる。大阪経済によっても大体しか戻りません。で、最後に手続きについて、 IR に住民の合意がありません。 IR を建設者はならない。住民の合意があるには住民投票の投票という方法は十分。それを手抜きして住民の合意を得ているというのは僕です。住民の合意をお支払いで世論調査を活用すべきです。一部政党の強行意見を不便に押し付けてはなりません。以上です。どうもありがとうございました。それでは、続きまして、番号10番の方お願いいたします。安倍の区在住の石田です。開業3年目期の IR 事業全体の売上5200億円、ノンゲーミングで1000億円、ゲーミング4200億円というこの収支計画の根拠を示された。年間売上5200円がどのように実現されているのかという問題です。事業者の MGM は、これまでこの金額の売上を上げた実績はありません。一施設で、でコロナ感染症による事業圧迫を受ける以前の、2019年のアニアルレポートで、マカオの2施設の純収益が約29億アメリカドル、約3323億円です。で、これは仲介業者ジャンケットによるビッグテーブルの収益を含んでおって、それを除くと約28億米ドル。3228億円。しかしマカオ政府は約 39% がジャンケットの収益であったというふうに、発表しています。でマカオ西施設のカジノ使用、施設面積8904平米、で大阪の予定地が、カジノ面積65000平米、西施設の、客室マカオは1972、大阪は2800。ゲーミングのテーブル、マカオが552台、大阪が470台、スロットマシンが2239台で、大阪は6400台と。で、まあ、ジャンケット業者は、去年逮捕されてますから、マネーロンダリングのオンショットされてるので、マカオでも今後認められません。当然、日本では認められません。で、大阪にこの業者に一致して、4200億円の売り上げを上げる能力があるんでしょうか。まあ、パチンコ好きの日本人相手にスロットマシーンが約3倍あると。で、これによって稼げるっていうふうな考えをされてるんでしょうかね。一方、もう一つの事業者のオリックスですけれども、昨年11月4日の決算説明書で、説明会で、IR の来場者数や売上予測が2019年のものより上回っていること、投資効果について株主から質問あったときに、この数字は大阪府市が作成したもので仮置きやと。MGM は我々の資産の約2倍の数字を出してきているけれども、私どもはあまり当てにしていないと。我々のコンサバティブな数字を作った上で、日本の投資家だけで、日本の企画だけでやってみて、どのぐらいのレベルになるかを見てみたいと。まあ、こういうふうに発言したそうです。売上予測について、コンソーシアムの事業内で祖母が起きていて、なおかつこの数字が大阪府市が作成したもので仮置きや。
これについての説明を必ずしなければいけないと思います。で MGM の売上規模から見てもオリックスの資産からしてもこの出資計画は信用ができません。で現在の計画はただ盛りすることしかないんじゃないですか。このようなずさんな資料による計画は直ちに撤退で大きな経済的損失を生む前にこれについては廃止とし、直ちに IR 推進局は解散するんです。で今回の説明会とか公聴会についても海の周知が全くされておらず計画案の内容もで説明会公聴会の実施についてもほとんどの方が知りません。カジノに関わる開発税金が巨額に投入されていようとしているのにウェブサイトに上げるだけでマス広告を使って広報することもせず全然行政の責任を果たしてないじゃないですか。この計画について今後35年から60年にわたって大阪の未来を占う住民にとって重大な事案ですよ。でこんなことを議会でだけで決めるっていうのは許されません。国に申請を出す前に府民に住民投票すべきです。で今後もですね今回のこの公聴会でも説明会でもインターネットでね視聴できるようにしたらいいじゃないですか。人数制限せずにそのまま読売テレビさんが大阪市とね協定結ぶんだったら読売テレビで広報したらいいじゃないですか。テレビで流せばいいじゃないですか。でそういうこともせずになんかこんな公聴会とかそんなんだけでお茶を逃がすのってありえないですよ。ありがとうございました。以上で、本日の講述をすべて終了いたしました。本日の公聴会の内容は、会議録を作成し個人情報や、法人団体等の情報公序良俗に反する発言を除き、準備が整い次第 IR 推進局ホームページに掲載いたします。また、公述された意見に対する大阪府大阪市の見解につきましても、後日 IR 推進局ホームページで公表することとします。これをもちまして、本日の公聴会を終了させていただきます。知事と市長にはどう伝わるんですか。伝わりますか。本日この質問いただいた皆様にはご意見をいただき誠にありがとうございました。本日はどうもありがとうございました。そのまま知事と市長にはこの中身は公衆の中身はどう伝わったか教えてください。お帰りは英文さん。知事と市長にどういつ伝えられたか。IR推進局理事の中村と申します。これは公聴会4回開催しますけれども、そこでいただいたご意見については知事長にしっかりとそれから伝えていきます。それはいつ頃伝わるかだけ府議会、市議会の日程の関係もあるので その議会前に当然伝えます、はい、議会前というのは2月10日前に伝わるということですね。そうですね。一応この4回の公聴会が終わりましたらできるだけ速やかにお伝えしたいと思います。しっかり伝えてね。会議長のさっき長谷とおっしゃったのはホームページですか。そうです。会議長ホームページです。今日の質問の回答が出るんですね。一応その回答はしっかりさせていただきますので。それではお帰りの際は分散対策にご協力ください。